今さら雑魚兵のね攻撃なんか効くかよ。どこが近い？ここか。でも近いところっていうのはあんまりねえ、手がかりがないパターンなんだろうな。お、どうしたの？火事が、めっちゃ火事やん。またでかいのが来た。もうダメだ。でもグレンダイザーで火は消せるのかな。大丈夫、僕は皆さんの味方です。何があったのか話してもらっても。空から降ってきた連中が俺たちを攻撃してきたんだ。兵士たちも連中を止めることができなかった。奴らはすぐそばまで迫っているというのに。この民間人簡単に信じてくれたね、グレンダイザーのことを。あんたは俺たちを助けてくれるんだろう。この状態じゃ犠牲を出さずに街中の移動は難しそうか。分かった、守備隊を僕が探してきます。本当か、助かるよ。この座標の方角にいるはずだ。でも急いでくれよ。この座標の探していけばいいのかな。父さんは2年前にグレンダイザーを研究所の地下に隠しました。だが、あそこにもなんか光ってるやつがある。ベガ星人みたいに手に入れたいと思う地球人も出てくるかもしれない。機密事項。他にはね、あそこにいろいろね、円盤銃っていうか止まっているけど何も攻撃できないんだな。せっかくのオープンワールド感あるのにちょっともったいないね。お、なんか新しいタイプの敵がなんか背負ってるぞこいつ。ダブルハーゲン。おお、なんだ。液状ベガトロン、生成されたベガトロンでベガ星を使用されている、機械の電力供給に使用されている。機体より安定的でありながらも膨大なエネルギーを含んでいる。おお、なんかすごいのしょってるんだな。おお、危ない危ない。とりあえず回復しよう。危ないな。なるほど、なんか自爆することによって力を解放する感じか。おお、なんかいっぱい、なんか機密資料悪くない？この農場が全焼する恐れがあるな。了解、中にまだ人が残ってないか調査します。このねえ、秘密基地は一体？ショルダーブーメラン。おお、倒せた。ベガトロン装甲、ベガ星連合軍のロボットを強化するために、使用されている個体化で、個体化したベガトロン、宇宙で最も密度が高い物質の一つ。宇宙合金グレンじゃないんだ。ベガトロンクリスタル、純粋なエネルギーの塊。ベガ星連合軍は地球の資源を、傍受してこのクリスタルを作ろうとしている。ほう、こんなものを作ろうとしているわけか。あ、漆黒の、月潮石かな。月の裏側にあるクレーターから発掘された軽い石。ベガ星人はこの石を使ってロボットを強化しようと試し見ている。クレーターで何かクレーターってそう言いたいわけ？てかアイテムめっちゃあるな。もうちょっとなんかね少なめなのかなと思ってたけど、なんかあっちの方とかもすげえあるじゃん。てかベガ星連合軍秘密漏らすぎじゃね、ここ。ん？おっと。と、フリード星の異物、遺物かな。非常に貴重なフリード星の遺産、ベガ星はこの遺産、遺物を使用してジグンのロボットのエネルギーを増幅している。ベガクリスタル、ベガ星由来の強力なクリスタル。ベガ星はすでに資源が枯渇しているので非常に貴重。お、それを持っちゃったわけね。
お、なんかこっちの方にもめっちゃあるな。ん、ここはなんだ。一般人の避難が間に合ってないようだ。何としても彼らを守らなければ。ほうほう、どうするんだろう。大輔。お、どうやら消防士が助けを求めてるようだ。了解、確認しに行きます。消防士め。36ストーム。おりゃおりゃ、消防士の皆さんちゃんと駆けつけてきますからね、あの心配しないでね。てかそこにいた隊長。あそこです。ここか。ですが、これじゃ俺たちが火傷しちまいます。おお、どうも。もう安心です。僕が来たからには誰も死なせやしない。助けに来ました。デュークのいい笑顔。なんかあのね、デュークってさ、このヘルメットしてるときはだいたい目開いてカットしてなってるね、目だけど、笑うと穏やかだな。隊長、喋ってます。落ち着け。助けに来てくれたんだろ、なら一緒に来てくれ。護衛が必要なんだ。あ、これ守っていく感じなんかな。お、あー、円盤銃。これは一体。仕事の時間みたいだね。この火を消すには水を補給しないとね。湖へ行かないと。その炎はベガトロン成分が含まれている。グレンダイザーでも消せないだろう。大輔、消防士たちを守ってくれ。え、おお、なるほど。消防士を守りながらっていう感じだね。あー、そこに取りたいんだけど。今は市民が大事だよな。うん。急げ、水を補給する準備を。湖が安全になり次第。バブルハーケン。ショルダーブーメラン。バブルハーケン。よし、オッケー。おお、まだいるか、まだいるか、この野郎。ダブルハーケン。ライダーパンチ。おりゃおりゃおりゃ、てい。お、まだいるか。ダブルハーケン。ふふふ、あのシールド兵名この程度か。よし、さあ行くぞ。ふう、回復回復。消防士たちは火災現場に戻っている。彼らを守れるかはお前次第だ大輔。なんかさ、あの消防車のね、体力がなくなったらゲームオーバーみたいな、そんな感じ。感謝したり。大したことじゃないよ、これも仕事だからな。でもロボットの協力があれば。すごく隊長さん、大丈夫、今度は任せてください。隊長さんすごく理解力のある人で、すごく嬉しいよ。おお、この野郎、消防車の行く手を阻みやがって。ショルダーブーメラン。ていおりゃ。まだかな。おお、まだまだ嫌がるな。おお、てかだいぶ焼けてんな。大丈夫かな。ライザーパンチ。この野郎、反重力ストーム、ダブルハーケン。反重力ストーム。
ダブルハーケン。アンジュルクストーム。おりゃーてぃてぃおりゃー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 てやー。お、まだ嫌がるか。こいつはコンボしなきゃいけないやつかな。よし、これで OK かな。ダブルハーケン。おお、36ストーム。よし、一気に攻撃を与えるぜ。ダブルハーケン。ショルダーブーメラン。おっしゃい、倒せたい。完全に鎮火したな。でもだいぶ焼けてるよまだ。ふう、まあでもよかったね。エネルギーは回復、ちょっとね、復帰して体力を回復しないと。この後はもう特にない？おお、と思っていたらそこになんかあるじゃん。さてさて、取るものは取っていくぜ。おお、燃えてる燃えてる。オラの作物が燃えちまうな。頼む、なんとかしてくれ。オラの作物みたいな。大輔、こういう時はスクリューパンチだ。スクリューパンチ。おお、風圧で火を吹き飛ばすのか。さすがは父さんだ。お、新しい武器やな。必ず火を消し止めてくれ。スクリューパンチ。グレンダイザーが前腕ブレードを90度回転してプロペラのようになり素早く前進する。これはあれですね、あのなんかいつでも使ったような気がするな。スクリューパンチ。もう一箇所。どう？おお。着陸時に火災を引き起こしている。何としても阻止してくれ。スクリューパンチ。おお、スクリューパンチもなかなかいい威力ですね。ダブルハーケン。おりゃー、ていてい。ちょっと回復させて。火を消すと同時にこいつらを倒す。ふう、消せた。お、また出てきたなお前。こいつはまずショルダーブメランで36ストーム。ダブルハーケン。よし、オッケー。よくやった。だがこういった戦闘はグレンダイザーのシステムに過度の負担をかける可能性があるな。山田君を向かわせた。できるだけ早く合流してくれ。お、おお、ガンダル司令より全軍へ。おお、ガンダル。火事場を死守せよ。すぐに防衛体制へ移れ。火事場。火事場。連中が地球に悪魔の工場を移設してきたということか。マジかよ。連中にこの地球で円盤銃を作らせてなるものか。中央の発電装置を破壊してやる。そうすれば奴らの計画は木っ端みじんだ。おお、だが過剰生成されたエネルギーには気をつけろよ。これはどうやって攻撃すればいいんだろう。普通に攻撃すればいいんかな。おう、ショルダーブーメラン。ショルダーブーメラン。おう、
おお。やばいやばい。難しいなこれは。このビームも、おお危ない危ない。おお危ない、うわ危ない。ちょっと回復回復やば。なかなかにあいつら、うん、なんか地味にこうあれだな、攻撃してくるな。おお、できた。よし、これで完了。どうですか父さん。よくやってくれた。だが警戒は緩めるな。危なかった。別の地域に侵入したら同様の施設をまた作っている可能性もあるからな。任せてください。それも同様なんてね。地球を破壊させるわけにはいかない。お、円盤銃の設計図。この複雑な資料はベガ星の技術により理解するために役立つだろう。宇宙研究科学研究所に持って行って研究を進めるべき。円盤銃、まさか円盤、味方の円盤銃を見つ、身につけるとかそういうことはないですよね。なんか一発の威力が増したのかな、グレンダイザーの。そんな気がする。なんか一発の威力がちょっとね増したような気がするな。お、これはこの美しい富士山を破壊させてなるものか。いやしかしいい景色じゃん。なんか回復の場所みたいな感じになってるのかな、わかんないけど。ん、黄金の鳥居の写真。牧場五郎は各地に見られる巨大な黄金の鳥居を自由研究のテーマにしている。鳥居の写真を撮ってあげると喜ぶだろう。へえ、そんなことやってんだ。なんかすごくね、陽キャな感じの自由研究してるんだな。宇宙の王者グレンダイザー。